トロントはカナダ海軍のフリゲート。カナダ商海フリゲート計画により建造されたハリファックス級フリゲートの4番艦で1993年に収益した。カナダ海軍の大西洋海上軍に配備されており、ハリファックス基地を母港とする。カナダ海軍の同盟の艦艇としては、第二次世界大戦中に収益したリバー級フリゲートのトロントに続いて2隻目である。 ニューブランズウィック州セントジョンのセントジョン造船所で1989年4月22日に寄港され、1990年12月18日に浸水、その後、1993年7月29日に収益した。なお、先に建造が開始された2番艦のバンクーバーより約1ヶ月早く収益した。2004年2月から7月にかけて、 第150合同任務部隊に派遣され、ジョージ・ワシントン空母打撃軍の一員として行動した。2013年2月から2014年2月にかけて、カナダ海軍の対テロ作戦であるアルテミス作戦により、中東へ展開、第150合同任務部隊に派遣され、海上治安活動を行った。単独での展開としては、 近年の海軍の歴史の中で期間の長い航海の一つとなり、2013年7月にはカナダ空軍の戦略輸送機の輸送支援を受けて、カナダ海軍としては1991年以降、初めてとなるクルー交代が実施された。その後、2014年2月27日にハリファックス基地へ帰島した。展開中、 国家安全保障における戦略的パートナーシップを強化するため、バーレーン、ジブチ、ギリシャ、イスラエル、ヨルダン、クウェート、スペイン、オマーン、タンザニア、アラブ首長国連邦など16カ国を訪問した。その後、レジャイナと交代して、第二常設ナト海洋グループの一部として、地中海で行動していたが、中央、 ヨーロッパ及び東ヨーロッパでのロシアの介入に、対するリアシュランス作戦のため、国会へ投入され、タスクユニット2の機関として、スペイン海軍のアルバロデバ3級、フリゲートアルミランテファンデボルボーン、ルーマニア海軍のレジェーレ・フェルディナンド級、フリゲート・レジェーレ、フェルディナンド、アメリカ海軍のアーレーバーク級駆逐艦ロスほか、ブルガリア海軍、グルジア海軍、トルコ海軍、 ウクライナ海軍の艦艇と共に行動した。2014年9月8日、国会でロシア軍のスマイナス242機の挑発的な接近を受けた。2014年11月、9日でトルコのアンタルヤに上陸していた乗員6名が消火活動に協力した。2014年12月25日、地中海を航行中、補機室で火災が発生した。 火災は沈下され、煙の影響を受けたすべての乗員は、処置を受け、解放された。タスクユニット2の機関として、国会に展開中、3つの海軍演習に参加、2015年1月にフレデリクトンと交代した。ありがとうございます。